阪急阪神東方グループ東方、東方スタジオ東方スタジオは日本のスタジオである。東京都世田谷区成城、木ぬにある東方の映画、テレビのスタジオであることから、東方撮影所、木ぬ撮影所と通称される。ちなみに映像業界内で単に東方に行く、いる、で撮影しているなどといった場合、このスタジオのことを指す。日本国内の撮影スタジオでは、 最大規模であり、東映京都撮影所、東映東京撮影所、日活撮影所、角川大映撮影所などと並び、日本の映像業界を代表する撮影スタジオである。約7万9千平方メートルの敷地内に、撮影用ステージ10棟があり、2棟のポストプロダクションスタジオ、大道具関連会社2社と塗装会社、衣装会社の入る大道具棟、 美術小道具会社と以下の施設がある。農産付近より、旧本館方面を望む、オフィスセンター東方関連4社が事務所を持つ。最新のナンバー3.4ステージ映画用の8番9番ステージの床面積は3241.4メートル、1325平方メートル。ナンバー8.9ステージの屋根、アクターズセンターは、35部屋のキャストルーム、7列1。 部屋のメイクルーム、5部屋の衣装部屋、フィッティングルーム、リハーサルルーム、約80人収容の会議室、130席のカフェテリアを備える。プロダクションセンターは38部屋のスタッフルーム、14部屋の作品倉庫を備える。2008年完成の大道具無には、スタッフルーム等の他にシャワールーム、更衣室、ランドリーがあり、 スタジオに入る作品のスタッフは自由に利用できる。撮影用の照明機材、特記等も一部だが、レンタル可能である。過去には特撮用の大プールも存在し、数々の作品で使用されたが、近年は会場シーンなどを CG で表現することが定着し特撮などの需要減少や第一次スタジオ改造計画に伴い2004年に解体された。その規模の大きさは、 過去の東宝作品のメイキング映像などで伺い知ることはできる。現在は10番ステージの北側に小プールがあるほか、7番ステージ床下,下に収納式のプールがある。2009年からの第二次スタジオ改造計画により、映画用の1番2番ステージとその間の技術家ネ完成で日本一古かったと5番6番ステージが解体され、2010年夏に 新5番6番ステージに生まれ変わった。スタジオの主要施設内は、基本的には、個人見学などは受け付けておらず、一般、部外者の立ち入りも原則禁止である。ただし、団体見学については事前に申し込めば行える、場合もあるほか、不定期にスタジオを見学できるイベントも実施されている。ありがとうございます。